レフ・ウラジー・ミロビチ・ルードネフを卒業し、1906年には、サンクト・ペテルブルクの帝国芸術アカデミーを卒業した。アカデミーでは、レオン・ベノワや、イワン・フォミンらのもとで絵画と建築を学んだ。1911年頃から、様々な建築コンクールで入選し、1915年には、建築芸術分野認定の建築家となっている。 1922年から1948年まで、レニングラードの芸術アカデミー教授を務め、1948年から1952年には、モスクワ建築大学研究所教授であった。2月革命後、革命の犠牲者のための記念碑を、ペトログラードのマルス広場に建てる案を発表、前衛的な彼のデザインによって建設された。ボロネジ。 スターリングラード、リガとモスクワなど、大祖国戦争後の廃墟の都市を再建する、積極的な役割を取り入れた。同時代のソ連において、担当したのは、ほとんどが大規模なもので、最も顕著な建築作品は、モスクワ大学諸施設で、同作品で、スターリン賞を1949年に受賞している。ありがとうございます。